さてここからさらに新たなゲストの登場です。可愛い女の子2人組が遊びに来てくれています。早速ご紹介しましょう。本日2組目のゲストです。ガールズヒップホップデュオハイパーヨーヨーのお二人です。マイクロフォンナンバーワンゆかり AKA MC あたい、そしてマイクロフォンナンバーツーちゃんちゃら AKA MC ちゃん、俺らがご存知正解にヤバいを発信する制御不能のクイーンオブステージハイパーヨーヨーだ。はいはい、よろしくお願いします。ハイパーヨーヨーのゆかりんさんと、うん、はい、ちゃんちゃらさん、ようこそお越しくださいました。その節はお世話になりました。お久しぶりです。以前ね、はい、あのメッセージをくださってまして、 はい、あのうちのね番組の担当プロデューサーの大西がもう大ファンで、大西さん、ふーかっこいい、はい、もう今日嬉しそうだね大西さん。なのでこの番組でもたびたび曲をご紹介させていただいたりですとか、あと中山くんはね取材もさせてもらったことがあるよね。ライブ、あの2月に今年2月にあったあのニューシングルの芝浜マックスですか、そのニューシングルのそうです、インストアライブに行かせていただいて、その後インタビューもさせていただいて、うん、ね、お世話になってます。本当にやっと来れて嬉しいですよ。そうですね、そうそう、あの時本当に次はスタジオに来てくださいみたいなお話もさせてもらってたんで、実現しましたね。いや本当にこそお越しくださいました。東京からね来てくださいまして、あのプロフィールをねもう少しご紹介させていただきますけれども、ゆかりんさんとちゃんちゃらさん、世界にヤバイを発信するヤバイガールズヒップホップデュオ、ヤバイ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 そっか、何言うてんの、はい、YABAY でやばいやばい、はい、騎士団の綾野浩二少子から今日本で一番かっこいい女の子たちと称賛され、笑福亭鶴瓶師匠、春風亭一之助師匠、藤井隆さん、湘南の風の若旦那氏、脳科学者の茂木健一郎氏など各界著名人にも支持者が多い。本当に各界ですよね。各界ありがたや、ジャンルに関わらず多くの人を引きつけているということですね。ゆかりんさんは AB 型です。あ、ね、問題ありますかね。いや私も AB 型なんでも大好き、やだ、ね、最高ですよ ね AB 型ってね、私も大好きなんですよ。本当よかった。好きな食べ物はチョコレート、桃、カレーライス、焼肉。あ、大好き大好き、全部大好きです。うん、どんなところが好きなんですか。桃は、桃は可愛いところです。可愛いところね。ね、やばい、うん、やばい、やばいですね。そしてちゃんちゃらさんは、はい、B 型。B 型。あれ、何か問題がないですか。B 型もいい。いいですよね。ね、まっちゃんと一緒ですよ。天才。好きな食べ物、カレーライス、チーズのパスタ、焼肉。焼肉。お、好きな場所は家。家最高。ね、家のどんなところが好きですか。うん、そうだね、やっぱりうち団地なんですよ。団地か。いや、団地生まれ団地育ちで、うん、もう団地ちょっとね年季入っちゃって、たまに壁とかにねカビとか生えてんですけどね。あらららら。でもそういうところが愛おしいですよね。あ、そんなものも愛おしくなっちゃってる。、はい、団地姫。あ、団地姫ね、はい、団地愛してます。除湿、うん、してくださいね。この季節ね。はい、あの普段からそういう喋り方なんですか。そうだよね。あ、そう、なんか問題ございますでしょうか。いいえ、もう全然いつも通りだね。はい、本当いつも通り、いつも通りだよね。そしてね、今日はね2人ともこの衣装からしてもね一目瞭然なんですけれども、はい、大のプロレスファン。そうなんです、そうなんです。で、内藤哲也選手の、それ、ね、ユニフォームというか。そうなんです、グッズなんです、公式グッズを、ね、どんなところが好きなんですか。やっぱり制御不能なところ。はぁ、あとはそうだな、やっぱ内藤選手っていうのは、うん、やっぱり挫折とかも味わっていますので、うん、あの例えば試合後のマイクだったりとか、はい、なんか発言一つに重み深みが半端ないんですよ。説得力が半端ない。あのね、この間の熊本の試合のね、あのマイクはやばかったですね。本当、はい、もうなんか
深いなって、うんうん、内藤選手が言うからみんなの魂に刺さっちゃうんだなっていう感じで、試合も素晴らしいんですが、うん、やっぱり発言っていうのはね、内藤選手のいや魅力だと思います。そうなんですね、はい、今回もね大阪にプロレスを見にやってきている。そうなんです、そうなんです、そうなんです。そのついでに来てくださった。いやそんなことないですよ。違う、逆じゃない、逆です、ね、はい、こちらにも出させていただけるということで、はい、いや本当嬉しいです。でこの後もね、いろいろとお話聞いていきたいんですけれども、うん、はい、その前にやっぱり一曲歌っていただきましょう。いいんですか、いいんですか、いいんですか。これ長い間番組やってますけど初めてなんです。生ライブ、生ライブ、すごい、このスタジオで歌っていただきますよ。よいしょ、やった、頑張るぞ。もう、まあね、マイクが2本立ってますんで、じゃあちょっとご準備をお願いできますか。はい、ご準備をよろしくお願いします。お願いします。ここで歌ってもらえるんですか。このラジオ第一スタジオで今からハイパーヨーヨーさんの生ライブです。マイクを持ちました。もうすぐ歌えちゃったりするんですかね。あ、すごいいい感じで、あ、マイクいい感じですか。ワンツーワンツーオッケーです。あ、早い。そうそう。ではご準備よろしければ早速参りましょうか、はい、ご紹介させていただきます。ハイパーヨーヨーでバナビライムスター。橋爪ゆくの劇場に行こう。ハイパーヨーヨースタジオ生ライブ、レッツゴー。 Yes it's show! Yes it's show! Yes 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 it's show! Yes it's show! Yes it's show! Yes 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 it's show! ハイパーがライブしにやってきた。ハイパーがライブしにやってきた。ハイパーがライブしにやってきた。 Yeah wanna be ライブスター、 Let's go! Wanna be ライブスター、 Wanna be ライブスター、 Wanna be 大スター、かなり大スター。 Wanna be ライブスター、 Wanna be ライブスター。 ショビズマイスター、 ラビズモンスター。 来た、この日飛ばした、この声出した、騒ぎ出した夜空の下、出した人ファンタジスタ、行こうかライカーローリンキングオブステージ。まずは一発はバス目かまします、オットバスとか一丁前にモンスター。ロックトップスで置き換えりゃどれがジャスト、エビメロあたりさ。ともかかタイのフローを聞きな、フローってのは気持ちいい息な、流れ的な響き的な、演歌で居山はすこぶし的な、どなでもどと声メジャーマイナー、どんなジャンルだってメジャーないな、それな、yeah! ライムスのライミングセミナー授業してチューナー。最初は見よう見まれ、コピでもガマでもバカにされてもチューナー。希望みたいな愛を泥棒で希望を語る渡る、 Let's go! Wanna be ライムスター、 Wanna be ライムスター、 Wanna be 大スター、かなり大スター。 Wanna be ライムスター、 Wanna be ライムスター。 Show is my star、 Love is モンスター。 来た、この日飛ばした、この声出した、騒ぎ出した夜空の下、出した人ファンタジスタ、行こうかライカーローリンキングオフステージ。あー、タイちゃん、そうか、これがラップっていうものなのか、マイク一本でスタートできんのか、まくし立てる言葉までジョーカー、または君を笑顔にするジョーカー、チンチンすぐするビルトラックメーカー、ラウドスピーカー、まるでダンプカー、一か八か乗るかソルかソウルか、やるときやるとハンドシェイカー、ヘメヘメほどなる彼らこそドプランカー、ドプランカー、いるのフレイバーにボイだった。イエー、半世紀だってもたずきのスタイパー、工夫精神も忘れずリッパー、やるちょドロバー、スケーショストバー、ドパサパセストランキーのだヤッパー、オンパードットドパー、うちらフラバラご存知ハイパー。うわ、ことの始めはイカれた電波、もといいかしたかいでば、キャッチしてきたそばから速攻進化、見ろよこの可愛い子ちゃんの顔、読みした恋でのナイス中堅。 Yes、 決してごっこにならぬが当言、ありがたきアドバイスで再現、もっと上げろ上げろ拳を。 Oh let's go! わなびライムスター、わなびライムスター、わなび大スター、かなり大スター、わなびライムスター、わなびライムスター。 Show is my star、ラビズモンスター。来た、この日飛ばした、この声出した、騒ぎ出した夜空の下、出した人ファンタジースター、行こうかライカーローリンキングオフステージ。イエイエイチャンチャラー、分子のシート逆剣豪、うつぎかも視界逆ジャンゴ、ちょまげ侍未総括集合、百戦錬磨のステージオーバーショーゴー。どうしろ代表、白帯代表だが、ハイプなリップラップ、俺ら極東の女子ラップゼン、そこらのにわかと違う歴然、そうこれが俺らからのラブレター、言わばね距離すなからファンレター、あの日のステージで風やられた、最後は投げられたライムスゴリのショーヘイ、ほう例えてファンホー、かかっていびつに
士がスタッフ一番だ。ビギナーからいつかのレッツゴーヘイホーロッペンショーライブ団長カモンヘイホーイエイ劇場に行こうカモンヘイホーワッワッワッレッツゴーヘイホーニューヨークエンディングありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。やばいとやばいわ。え、やばいですか。歌唱力もやばいし、滑舌もやばいし、肺活量もやばいし、自信、え、そんでまたこれこんだけ歌ってまた普通に喋れるんだ。はい、もう息が上がってます。あのトーマスだったら死んでるよね。ほんますよ。これ一曲歌い終わる前にね、死んでると思う。わなびライムスター聞いていただきましたけれども、うん、ありがとうございます。本当のラップってこういうもんなんだ ね。 確かにね。もう私たちもね、番組内で企画で自己紹介ラップとかやらせてもらってるんですけど、聞きたい。いや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 、もうね、あのボイパやるんでやってくれませんか。やばいっすよそれは。でちなみにあの今日の模様はあの YouTube でも動画でご覧いただきますので、ぜひご覧くださいね。だからここにあったのか。今の YouTuber どうもです。ハイパーヨーヨーのお二方、もうかなりハードなね、はい、ラップを披露していただきましたけれども、実はもともとは子役出身。そうなんですよ、ね、劇団員だった、はい、ね、小4の時から、はい、一緒にされてたんですか。あ、別々の劇団 で、はい、だからもう基礎ができてるのね。もう発声とか本当口も動くし、本当ですか。子役の時の方ができていた気がします。そう、はい、だんだんとね。拙者親方と申すはご存知のお方もござりましょうが、ここまで覚えてます。あと忘れちゃった。あと忘れちゃった。あとだいぶ長いんですね。忘れちゃった。そうなんですよ、どんどん忘れちゃいました。役者としてはどういう舞台とかにも立たれてたわけですか。はい、 あとはなんかドラマとか、浅香光代の子供時代を演じたり、それすごい、ね、そうなんです。再現 VTR の子たちいるじゃないですか、うんうんうん、はいはいはい、ああいうのやってました。へ、実はね、ここにいる男子も劇団員なんです、はい、そうですよね、こう見えてね、知ってます。はい、もちろん。本当ですか。はい、存じております。何かこうアドバイスとかいただけないですかね。先輩ですからね。もう先輩、本当、子供の時からだもん。先輩ですよ。いやー、そんな先輩なんて恐ろよいけど、まあ一つ言うとしたら、あたいちゃんなんだい。ああ難しいな。それはもうあれじゃないですか、うん、日々道場でね、関節技をね決めて練習しましょう。プロレスじゃないです。プロレスの話ではないです。演技の話だったんですけど、まあいいです。ハイパヨさんはもう今大注目で本当に人気があるっていうことで、いやありがたや。大西プロデューサーからね、いっぱいメモもらってるんですけれども、すごいたくさんもらってるんですけどね。はい、今年は間違いなくハイパヨブームが来るんだそうです。はいはいはい、なんか占いでそう出てるんですって。そうなんです、ね、しかもそれがお一方じゃなくて、お二方に言われた。お二人の占い師に、一人目はゲッターズ飯田さんだったんですよ。占っていただいたら、29の年にボンと行きますよって、爆発する可能性がありますよって言われたのと、うんうん、あともう一人の方はタロット占いだったんですが、はい、あーこれちょっと今年カリスマになりますって言われたんですね。そんな急に言われるんですか。すごい言われて、でも確かに今年に入ってからどんどん夢が叶い始めて、例えば私たちライムスター師匠、あのラッパーのレジェンドのライムスターさんをもう師と仰いでやってきたんですが、ライムスターさん主催の都市型野外フェス、人間交差点というフェスに初めて出させていただいたり、人間交差点というフェスに出るのが夢だったんですよ。そうなんです。あとは今年になってから
ラジオのレギュラー番組を自分たちで持ってらっしゃるんですね。持つことができそうなんです。これももう十何年ずっとやりたいやりたいって言って、うんうん、やっと叶ったのが今年なんですよ。そうなんですよ。だから今年やばいって言って、やばい、行っちゃうんだよな今年。あと何あったっけ今年は。あとはいろんな番組にこうやって呼んでいただけるようになって、うんうん、それで反響が大きいです。へー。あとこの間矢口真理さん の、 あの番組で出させていただいたら、ちょっとなんかバズっちゃって、あ、バズっちゃったんですか。なんかちょっとバズってるんですよ。つながるんですよちゃんと。へー、はいはい、あの、ね、あちこちで見ました見ました見ましたって言われて、こんなことはなかったんです今まで。で今度矢口真理さんとなんかコラボ企画もあるかもみたいなことも言ってますけど、一緒に曲やりましょうって言ったら、いいよって言って、一緒にユニットを組めるかもしれません。すごい楽しみですね。そして来月ニューシングルも発売になります。そうなんでございます。そうなんです。人間交差点、これさっきのあれですかね、ライブのね、名前から来てるんですかね。そう、はい、人間交差点午前10時40分、はい、はあ、10時40分に何があるんでしょうかあのそうなんです、人間交差点に、うん、あの出るのが夢だったんですけど、うん、私たちの出演時間がオープニングアクトだったので、うん、10時40分からだったんですよ。そうなんです。その日のそのオープニングアクトのためだけに駆け下ろした新曲をリリースすることになりまして、もう私たちの全ての思いがちょっと入ってる曲になってまして、うん、それをリリースします。7月18日リリース、はいはい、でそれを受けて7月21日土曜日に渋谷スターラウンジで1年ぶりのワンマンライブをするということで、そうなんでございます。大西プロデューサーによりますと、はい、土曜日で関西からも行きやすいのでリスナーの皆さんもぜひどうぞと大西プロデューサーいいこと言う。その通り。ちょうど夏休みに入るタイミングですね。いや、ちょうど行きやすいですね。行きやすいですね。行きやすい。渋谷でね、はい、すごいですね。でもね、ライブ一本やると、はい、もうすっごいしんどいでしょ、ね、何曲ぐらいあるんですか。そうなんですか。大体20何曲ぐらいあるんですが、2時間ぐらいかな。うん、2時間ぐらい、はい、生バンドでやります。はい、もう2時間やったらもう何キロか痩せるぐらいの勢いでしょう。あー確かに、ね、腰がね痛くなります。腰に来ますか、うん、腰に来るんですよ後半。あとね、首をぶん回すからね、うん、首がなんかムチ打ちみたいになって、次の日がね首が来ちゃうんですよね。うわー、ちょっと気をつけてくださいね体をボロボロにしながら、ね、でもそうやってなんか命削ってる感があって嫌いじゃないですド M? はい、はい、そしてさらに大西メモによりますと、はい、うん、すごい、 いっぱいあるな、はい、のプロレスファンのハイパーヨーヨーさん大注目のイベントが8月にあるそうです。ここからプロレスの話ですね。はい、はい、新日本プロレス G1 クライマックス大阪大会、よいしょよいしょか、この8月4日の土曜日と5日日曜日にあるそうなんですけれども、ほうほうほう、はい、まあ、何を隠そう、これ ABC テレビ協力の大会でございまして、はい、大西 P の担当案件でもございます。大西 P 大西 P 多いな、ぜひこのハイパヨさんに宣伝してもらいたいと大西 P 言ってるんですが、はい、どのあたりが注目ポイントでしょうか。いや毎年ね、あの G1 っていうのはやっぱりこのなんか夏の一大イベントといいますか、うん、あの去年もね G1 クライマックスはあの関東と大阪の大会は全部行ったんですけれども、はい、やっぱねすごいんですよ、なんか会場の熱気といいますか、うんうん、誰が優勝するんだっていう、うん、もうなんかもうワクワク感というか、熱い戦いでも感動もするし、あーでも勝ち負けじゃないんだよな、また真夏だし燃えますね、はい、そうこれで、ね、もう最近私もね大西 P の影響で結構プロレス見に行くんで、どうですか、どうですか、めっちゃ面白いですね。おあの子供も連れて行くんですけどね、お子さんハマってます。ちなみにどの選手に一番ハマりますか。岡田和親選手とか、でもあのね鈴木みのる選手の良さも私はちょっと分かってきました。でも分かります、ね、はい、良さも分かるの、はい、うん、もちろん内藤選手もいい、はい、ロス、インゴ、ベルナ、ブレス、ブレスでハポーン。分かれへん分かれへん、分からん世界に連れてかれる。これはね
あのハマると楽しいね。中山くんもよく見に行くけどね。はい、行きます。はい、はい、こちらですね、もう一度宣伝しておきます。 ABC テレビ協力、G1 クライマックス28、うん、大阪大会 2days が大阪フリク大阪府立体育館期ごめんなさいもう一回いきます大阪府立体育会館エディオンアリーナ大阪で開催されます。8月4日土曜日17時、そして8月5日日曜日15時からとなっています。チケットは6月17日一般発売です。お見逃しなく。でこれに関連して、うん、ハイパヨさんからお願いがあるというふうに聞いてます。そうなんですよ、はい、そうなんです。このちょうど2日間私たちもこちらに来たいのでね、うん、イベントとかやらせてもらえないかななんつって。イベントというとお二人の、はい、ライブとかですか。はい、わしらのライブとかイベントとかなんか大阪でやらせていただけないかな。やろうやろうできます。できるでしょう。本当ですか、うん、それはちょっとお願いしたいなと思って。要するにまずこの G1 を見に行きたい、はいね、はい、でそのついでにライブもやっちゃいたいとその通りでございますね。効率よくね回していきたいですよね。そうですね、はい、ですのでぜひこのライブ引き受けたいというプロモーターさんライブハウスさんいらっしゃいましたら番組までメールをお寄せください。いいですか。やりたいということで、はい、ね、お願いいたします皆様。はい、今バズっております。そしてもう占いでも今年来るということが確実に分かっております。はい、今絡むと美味しいです。美味しいね、はい、本当絡むと美味しい。金脈そうですよ。はい、ですので劇場に行こうへメールをお送りくださっても構いませんし、はい、もしくはハイパーヨーヨーさんの公式ホームページの方でも、はい、大丈夫ですかね。はい、はい、劇場に行こうでお願いします。はい、協力しますというふうにメッセージお寄せくださいということでね、なんだかあれこれ宣伝させていただきましたけれども、うん、ハイパヨさん最後にリスナーの皆さんにやばい感じでメッセージお願いします。はい、はい、お願いしますお願いします。はい、やっぱり今日は年始に、うん、約束させていただいた、はい、このスタジオに来ることができて、うん、とっても嬉しかったです。グラシアスアミーゴスアディオスまた8月4日5日も 2days 、はい、来れたらいいなと思ってますのでよろしくお願いいたします。はい、8月もまたねお会いできたら嬉しいですよね。はい、ということで本日のゲストガールズラップデュオハイパーヨーヨーのお二人でした。今日はありがとうございました。ありがとうございました。そして今日はこの勢いのままお別れしましょうか。劇場に行こう、今夜のお相手は ABC アナウンサー橋爪優子と劇団パッチ中山義弘と劇団パッチ尾形大吾とハイパーヨーヨーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。グラシアスアミゴスアディオス。